熊野早玉大社は、和歌山県新宮市にある神社。熊野三山の一つ。熊野早玉大臣と、熊野夫住大臣を主催神とする。かつては、式内社であり、旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。境内地は、国の史跡、熊野三山の一部。2002年12月19日、熊野三山が、史跡、 熊野山景道から分離、名称変更された際に、三船島を含む熊野早玉大社境内が追加指定された。2004年7月に登録された、ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と山景道の構成資産、大峰岡崖道の一部、早玉大社の御王府、聖約所として用いられた。神代の頃に、神、倉山の岩倉である、び岩に、 熊野早玉大臣と熊野夫墨大臣が降り立ち、そこで祀られることとなった。熊野早玉大臣は熊野早玉大社ではイザナギの人とされ、熊野本宮大社では同じ神明で日本初期に登場する早玉の男とされる。熊野夫墨大臣はイザナミ人とされている。しかし、社殿によると、慶光天皇58年に現在地に先座し、 早玉のお神の中から社名を取ったという。もともと祀られていたところである上倉山は、神草神社となり、また、元宮と呼ばれ、当社は、神宮と呼ばれる。はじめは二つの神殿に熊の早玉大臣、熊の夫墨大臣、内つびみ子大臣を祀っていたが、平安時代の初めには、現在のように十二の社殿が建てられ、神仏集合も進んで、熊の十二諸本源と呼ばれ、 やがて式内社に列せられた。また、穂積氏のマロが初めてネギに任じられてからは、熊野三島の一つ、穂積氏が代々新職を務めた。平安時代の末期には、鳥羽上皇、後白川法王後鳥羽上皇などが幾度も熊野三山に足を運び、大いに賑にわっている。1871年、熊野早玉神社として県舎に列格するが、1883年、 打ち上げ花火が原因で社殿が全焼してしまった。1915年、官兵大社に昇格する。1948年に神社本庁の別表神社に可列されている。1967年に社殿が再建された。2004年7月1日、紀伊山地の霊場と山経道の一部としてユネスコの世界遺産に登録された。 なぎの大樹あたり神社所蔵の総数千点を超える古神宝類は1955年6月22日一括して国宝に指定された。ここで言う神宝とは祭神の所用具として制作、奉納された復職、長土類のことで常日の第一伝から第十二伝に祀られる祭神のために作られた神福、巻系手箱、銅鏡、弓矢、 染色用具などが含まれる。熊野新宮では、平安時代以来、33年に一度の戦宮を、例とし、戦宮の度に、新たな新報が調進されていた。しかし、特次2年の社殿消失後は、朝廷の援助が得られなかったこともあり、仮殿が建てられたのみで、復旧は、父として進んでいなかった。ようやく明徳元年に至って戦宮が行われ、 現存する新法の大部分は、この時に、時の幕府が中心となって、制作、奉納したものである。熊野山書と称される、結宮早玉宮昭昭殿への新法奉納は、それぞれ金利戦闘室町殿によって行われた。早玉大社には、熊野山新宮新法目録、熊野山新宮ご新法内外ご小族のこと、 ご超心造体の文目録という二種類の新宝目録が伝存する。これらの目録には、各祭人に奉献された新宝の名称、材質、文様等が詳細に記載されており、現存の新宝類とも符合するので、貴重な資料となっている。現存の古新宝類は、お髪用、女神用それぞれの紙服、各祭人に奉納された薪への手箱、立ちなどの武器袋類、 防石具などに分類される。これらの古新宝類は、政作年代と由緒が明らかであり、南北朝時代の染色、執行、均衡などの工芸品の基準作例として重要である。国宝、古新宝類の名細古新宝類。ありがとうございます。